東武バス東武バスセントラルヤシオ営業所東武バスセントラルヤシオ営業所日のブルーリボン2東武バス9921号車東武バスセントラルヤシオ営業所は埼玉県八代市大和崎曽根345の位に所在する東武バスの営業所である総関営業事務所の管轄下にある所属車両のナンバーはカスカベナンバーである 東武伊勢崎線総会駅、常磐線綾瀬駅、亀有駅と、つくばエクスプレス線八潮駅、矢潮市役所など、矢潮市内を結ぶ路線を担当する。矢潮市、コミュニティバス、ハッピーコマちゃん号の運行受託も行っている。矢潮営業所管内のバス路線は、新設路線を除けば、1945年2月9日に合併した。 花旗乗り合い自動車のものを受け継いでいる。ヤシオ営業所の前身である、東武バス、総会営業所ヤシオ出張所は、1970年7月27日に、開設されている。2002年4月、東武バスセントラル株式会社が設立されると、ヤシオ出張所は、総会営業事務所管轄課のヤシオ営業所となった。綾瀬駅。 亀有駅を発着する系統については、同営業所の他路線と同じく中乗り前より、運賃後払い方式だが、東京都内のみ利用する場合は、均一性運賃が適用され、東京都と埼玉県を通る場合と埼玉県内のみ利用する場合は、キロ性運賃が適用される。東京都内となる、新名町以南に限り、あだち日フリーパスが利用可能である。 松零四系統は、同一路線で、京成バスと東部バスによる運行が行われているが、共同運行とはなっていないため、定期券の共通利用等などは設けられていない。八シ市、コミュニティバス用9953号車東部、バスセントラル八シ営業所5286号車、ハッピーコマちゃん5百9 9 5年4月3日より、運行開始された。 市内公共施設循環バス、ホット、ドリーム号が前身である。当時は市内に鉄道駅がなく、平日の未運行で市内の公共施設を巡回していた。運賃は無料であった。2005年8月24日のつくばエクスプレス開通により、八潮駅が開業。それに合わせて市内の路線バス網が再編されることになり、 市内循環バスも見直しが図られた。同年8月12日をもって、ホット、ドリーム号は廃止、つくばエクスプレス開通と同時に8月24日より、八シ市、コミュニティバスとして運行開始。開業当初は、北ルート、西ルートの2路線で、八シ駅を奇襲点に、一般路線バスの空白地域を通る循環経路に変更。受益者負担の観点から、 運賃も有料化され、初乗り170円の宅間運賃制となった。車両は、ホット・ドリーム号時代から、日の・ギエッセを使用。ヤシオ市、コミュニティバスでは、東部バスカラーの日の・ギエッセが使用されていた。2014年4月21日、西ルートに、ヤシオ07、ヤシオ08、ヤシオ09系統を新設。合わせて、 中川小学校、小日田南、小新田中央の3つのバス停を新設。なお、運行経路上に、塩止め京南バス停があるが、停車しない。2019年1月28日、八代市、コミュニティバス、ハッピーコマちゃん号としてリニューアル。八代市の公式キャラクター、ハッピーコマちゃんと仲間たちの野菜キャラクターが,が、ラッピングされた新デザインとなった。 ハッピーコマちゃんは、市の特産物である、小松菜がハッピーを着たキャラクターで、矢印の、チと、ハッピーと、ハッピーをかけている。新型車両の導入を機に、相性とラッピングデザインを公募して選定された。主に、日野自動車製の車両が在籍しているが、いすず自動車製も在籍している。過去には、日野、レインボー HR や日野、ブルーリーボンシティ、日野、 ブルーリボンや HT なども在籍していた。ABC3-29 東部バスセントラル管内路線、草加駅、独協大学前駅、八潮駅、金町駅、三里駅等発着路線、運行回数、時刻変更について。東部バス。2021年7月9日閲覧。ABC、草加八潮地区路線再編のお知らせ10月25日実施。東部バス。 2012年5月21日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年12月13日閲覧。5、1、草加06草加駅東口野潮、中央総合病院野潮駅北口線の、系統新設等について。東部バス。2021年11月22日閲覧。2007年時刻表改正等の情報一覧。東部バス。 2021年11月22日閲覧。2、29、あや61あやせやしお線の時刻変更等について、東武バス。2021年11月22日閲覧。時刻改正のお知らせ。東武バス。2021年12月3日閲覧。5、7、やしお駅北口あやせ駅線深夜バスの、系統廃止及び、 綾瀬駅や車庫線深夜バス。の運行回数変更について。東武バス。2021年12月3日閲覧。東武駅北口綾瀬駅線の深夜バス配信及び、綾瀬駅綾瀬尾車湖線の深夜バス減便のお知らせ。東武バス。2021年12月3日閲覧。AB11116 綾瀬駅、綾瀬尾駅北口発着路線の運行時刻。 回数の変更、系統の廃止について、東武バス、2021年11月22日閲覧。バスサービスマップ2000年の東京23区ほぼ全図、湯海山丁目、2021年12月13日閲覧。八潮駅、南口駅前ロータリー完成前のため、松戸草加線とつくばエクスプレスが交差するあたりに、設けられたバス停を、 八代駅南口と称していた。北口まで延長された際に、八代駅南口入り口に解消、2006年時刻表改正、等の情報一覧。東部バス。2021年11月22日閲覧。9、8、U65 亀有無リムツ途線の系統新設。あや61あやせヤ線の時刻変更等について。東部バス。 2014年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月13日閲覧。系統新設及び時刻改正のお知らせ。東部バス。2015年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月13日閲覧。116U64.65 十一61.6263系統における、系統新設及び時刻変更等について。東部バス。2021年11月22日閲覧。4.4松戸駅発着系統における、系統廃止及び時刻改正等について。東部バス。2021年12月13日閲覧。11. 松戸駅発着系統の時刻変更等について。 東武バス。2021年11月22日閲覧。東武鉄道車子編3出編。東武鉄道100年支援線と共に歩んだ100年。東武鉄道。1998年9月。AB。来年度から国補助打ち切り曲がり角のコミュニティバス利用者は着実に増加。東読み .net 東武読売ウェブ版埼玉東部の地域週間情報誌。 2013年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2021から1122閲覧 ABCD 広報やシオナンバー6578月24日からつくばエクスプレスの開通に伴いバスの運行が変わりますやしお市2021年11月22日閲覧関東エリア1都6県コミュニティバス図鑑 スタジオタッククリエイティブ2018年4月10日 ISBN 978から4から 883938032AB ヤシオシコミュニティバスハッピーコマちゃん号が運行を開始しましたヤシオ二2021年11月22日閲覧ハッピーコマちゃんの部屋ヤシオ二2021年11月22日閲覧 ありがとうございます。